はね、パールロードの的屋湾大橋です。はい、今日はね、夕暮れの、的屋湾、ここから始めたいと思うんですけども、日は昇り、日は沈みますね。まあ生きている限りはね、みんな死にますね。これ例外なくね、俺も死ぬし、これを見ている、あなたも死にます。今日はね、最近亡くなられた、一つのね、命と、それに関して、まあ自分にそれを置き換えた時のね、ちょっと気持ちというか、そういったものをね、話しながら、帰りたいと思います。はい、こんにちは、空の海です。はい、今日はですね、先日ね、まあ、実は空波の、まあ、これなんて言ったらいいんだろうな、知り合いと言ったらいいのか、お友達と言わせていただいていいのかはちょっとよく分かりませんけれども、空波が、知っている、とある方のね、弟さん、はい、弟さんがね、亡くなられたんですね。まだ若くてね、30代、で亡くなられたんですね。で、ちょっとね、その方とは、空波がね、亡くなられた方とは全く面識がないんですよ。でもその方の死というものに関してね、ちょっと今日はお話をしたいと思うんです。なぜね、そんな、お会いもしたこともない方が、亡くなったということに関してね、動画で喋るほどのことがあるのかと、言うとですね、ご存知の方もね、いらっしゃるとは思うんですけれども、空波の長男、はい、正人というのがいるんですけどね、これは、生まれつきのダウン症というね、先天性の異常がある子供です。で、その亡くなられたね、方というのも、まあ実はね、空波の知り合いの弟さんも、同じその先天性の異常、ダウン症というものだったんですね。でね、ダウン症って、その、なんていうのかな、皆さんどういうふうに思われてるかわかりませんけれども、普通にね、育っていくんですよ。大きなね、合併症とかなければね、心臓に疾患があったりとか、いろんなところに疾患がね、合併症で出る場合があるんですけども、幸いね、うちの正人は、そういう疾患がなかったので、今、両目がね、ほとんど見えないという状態には、なってはいるんですけれども、明るくね、彼らしく元気に生きていきます。で、毎日ね、笑って笑顔で、生きています。で、空波はね、初めにそのダウン症であるというふうにうちの子供がね、診断されたときに、その医師からね、いろいろいくつか話はそのダウン症というものに関してね、説明を受けたんですよ。で、一般的には、やはりね、ダウン症の方って、その顔がこう特徴があるんですよね。なので皆さん、こういう顔の方は見たことあるっていうのはあると思うんですけどもね、ダウン症の方で老人、白髪になってね、老人でヨボヨボになったおじいちゃんって、見たことありますか？その名前はないんですね。正人がね、先天性の異常、そのダウン症と診断をされたときに、その医師からの説明ではね、大きな合併症がなければ、普通に成長していきますと、遅いですけれども、普通に成長はしていきますと、ただ、一般的にはね、その普通の方ほどは、
長くは、生きられないかもしれませんと、まあ、ただ、今は、そのダウン症の方の平均寿命というのも、伸びてはいるので、まあ、普通に、育ててくださいというふうに、言われましたね。でその時にね、空波はね、一つ覚悟をしたんですよ。まあ、それは、どういうことかというと、まあ、できれば、願わくばね、自分と自分が、あと残り何十年、寿命があるとしても、僕よりかは先に行ってほしくないなと、それだけはね思ったんですね。まあ叶うのならば、僕よりもちょっとあとで、できれば、同じ時期に天国に召されたいなと、その時にね、そういう風に思ったんですね。でね、今回その亡くなられた、その波の知り合いのね、弟さん、まあこれまだ、ご両親ね、健在なんですね。やっぱり気持ちを考えるとね、他人事とは思えないんですよね。これきっと順当にいくと俺にも訪れることなんですよね。でもね、その亡くなられた、知り合いの弟さん、写真をね、その知り合いの方から、うちの家内にね、写真を送ってもらったんですよ。でその写真をね、拝見させて、いただいたんです。その時にね、その写真、その表情、その目から、伝わってきたのはね、幸せと温かさだったですね。この子は、まあ、この子はって言ったらもう失礼でしょうね、30歳も過ぎてる大人の男性なので、そう言っていいかは分かりませんけれども、この人の人生は、確かに、親よりも早かった、親よりも早かったかもしれません、でもこの子、十二分に生きた、十二分に幸せだったって、すごくそれはね、その写真の目から、受け取りましたね。でそれと同時にね、俺は、自分の子供マサトにね、同じように、してやれてるのかなと、それをね改めてちょっと考えさせられましたね。ダウン症じゃなかったら、もっと長生きをして、ご両親を、見とって、それから順番通りに、天国に召されるということもあったのかもしれません。ダウン症じゃなかったら、そういうふうに、思うかもしれませんけれども、やはりね、その弟さんの写真を僕は見たときに、この子は、なんていうのかな、来るべきしてきっとこのご両親のもとに、
生まれてきたんだなと、まあ神様がね、まあ、どういうつもりなのかは分かりません、どういうつもりでそういう確率でね、先天性の異常の人をねこのように作っているのかは、それは僕の計り知るところではありません、うん、でもただ一つ分かるのは、この子は、この親御さん、この、お姉さん、うん、この兄弟、ここに生まれてこなければいけなかったんだと、うん、ここじゃないとダメだったんだ、うん、それがねすごく痛いほど僕には、伝わってきました。人の人生、長い人生もあれば、短い人生もあります、長ければ幸せというものでもないし、短かったから、不幸というものでもないと思います、その生きた、時間、うん、それは必ずしも平等ではありません、人それぞれ、まちまちです。でもその生きた、時間の中でどれだけ、自分が笑っていられたか、笑顔でいられたか、それが、俺は、その人の人生の価値だというふうに思います。俺が先か、マサトが先か、まあ、それは、はっきり、分かりませんけれども、いざ自分の息子の人生が、終わるときに、本人、並びに、周りの人間が、この人の人生は、大変、価値のあるものだった、そういうふうに、言ってもらえるように、俺はこれからも、うん、家族を、息子を、大事に、したいなと、うん、いうことを改めて、教えて、もらいました。最後に、亡くなられました、空波の知り合いの、弟様の、魂に、哀悼の意を表しまして、はい、ご冥福をお祈りいたします。もし、生まれ変わられましたら、今度は、一緒にできればバイクで走りましょう。